冷蔵庫はまあまあ使いますからね、あれですね。だからエアコンもよく使うその部屋のエアコンはとにかく最新式にした方がいいですね。これはまあ電球で、電球はですね、あの今蛍光灯型の電球というのがあのまあ出てきていますけど、あの最終的にはですね、箱だよですね、LED。で今あの最近はあの自動車のあのヘッドランプがこう LED になっています。それからあの信号ですね、街の車信号、あのあれはほとんどが LED になっています。東京は少なくとも LED です。これはもう劇的にあのエネルギーの使用が下がります。だから信号灯なんて毎日一日中ついてますからね、赤黄緑だから、もうどんどんこれあの復興代表としていったんですよ。だからこれもまあだからよく使うところはあの家庭にもですね、あの LED の照明が入ってくると思います。え、今もうあの製品あの使われてます。え、まだ高いんですけどね。え、結構あのスタンドでなんか幸せするんじゃないですかね。ということで、省エネ家電製品を使うというそのなんかあのあれは、ご納得いただけたかなと思うんですけども。次はじゃあこのを電気に変えるということについてちょっと話をしてみたいと思います。